ああ、稲荷でのことですか。あの後、無事に帰れましたか？とっさだったからあんなもので申し訳なかった。今度改めてちゃんとしたかんざしを送らせてください。本当に？ほおずきの笛はもう吹けるようになった？いつか迎えに行くって約束をしたよね。君は小さかったから忘れてしまった。君の方こそ俺のこと忘れないで。絶対に迎えに行くから。そうだよ、思い出してくれた。遅くなったけど、やっとここまで会いに来られた。俺は。どうも、お待たせしまして。あの客は結局つまみ出されましたよ。無粋な客人でしたね。それに比べてこちらの伊勢屋様の男ぶりときたら。さあさあ、仕切り直しと行きましょう。あ、行きましょう。こんなところで何をしているんだい？
そうかい。だがお前は病み上がりなんだから夜風に当たるのは良くないよ。ああ、そういえば。明日の晩は吉田屋様が灯籠なさるよ。あの御仁は近頃ますますお前にご執心だからね。ネアでの相性がいいんだと先日も大層お喜びだったよ。お前のことだから相手の望むことをあらかじめ察してうまくやっているんだろうが。どうかしたかい？では、明日からもまたよろしく頼むよ。あんたもこの大家屋で暮らすことになったんだから、姉さんたちの仕事ぶりをちゃんと見ておき。姉さんらが体を張って稼いだおわしで、あんたの着物も食事も賄われているんだからね。あんたもいずれああやって客を取ることになるんだよ。目をそらすんじゃない。今夜はここでこの会長を最後まで見届けておいで。
何をお祈りしに来たの？朝が早いんだね。昨日はちゃんと話ができなかったから、この辺りにいればもしかしてまた君に会えるかと思ったんだ。待って。話をしたいんだ。少しだけでも。ああ、ごめん。元気だった？そうか、よかった。なんだか間が抜けてるね。久しぶりすぎて何を言ったらいいのか。君に会えたら話したいことがいっぱいあったはずなのに。徳次郎さんたちは、ああ、元気だよ。うん、何も問題ないよ。そうなのか。泣き虫なのは昔から変わってないね。俺がこうすると君はいつも元気になって笑うんだ。
ずっと心配だったんだ。俺のいない場所で君が泣いてるんじゃないかって。しぐれ様、そう、その人は君によくしてくれていたんだね。そうだね、簡単な挨拶は交わしたよ。千早オイラ、でも またすぐ会いに行くよ。